M130 戦車はアメリカ合衆国が開発した重戦車である。正式な愛称はないが、日本ではファイティングモンスターの名称でも呼ばれる。第二次世界大戦終結直後の1945年9月に行われたベルリン戦勝記念パレードに登場したソビエト連邦のイズマイナス3に脅威を覚えたアメリカがこれに対抗し得る車両として開発したもので、 開発中の重戦車であった T34A 戦車の設計をもとに1948年2月には T43 重戦車として自動装填装置付き 120mm 砲を装備する重量58トンの重戦車として開発が決定された。当初の要求仕様はその後修正され、1950年4月には装填手2名による 手動装填式 120mm 砲を装備する重量56トンの重戦車として最終仕様が決定している。アメリカ陸軍での戦車分類に変更に伴い、1950年11月には 120mm 砲戦車 T43 と改名され、同年に勃発した朝鮮戦争への投入を最優先としてまず80両が発注された。その後、 発注数は300両に増やされ、1951年6月には最初の試作車がテストに入った。T43 は、仕様が最終的に決定した後も T48 といった他の戦車の仕様を取り入れて、設計変更が繰り返されており、生産車両は当初の試作車両とは、やや異なった形で1953年から1954年にかけて、 T43E1 として生産された。T43E1 は、試作車両が1953年から1954年にかけて朝鮮半島に送られて実地テストを受けたが、その結果多数の問題点が指摘され、1955年には配備の中止と生産者の予備兵器化が一旦は決定した。しかし、すでに300両近くを生産した車両を始造する。 ことには、異論が多く、最終的には指摘された、問題点を回収して正式化されることとなり、1 2 0ト、mm、ル砲戦車 M103 として1956年4月に正式化された。M103 は、西ドイツに駐留する独立戦車部隊に配備され、T43E1 を改良した T43E2 が開発された。陸軍はこれを、 T43E1 で十分として採用しなかったものの海兵隊が採用1957年6月に M103A1 として正式化され海兵隊の3個戦車大隊に配備された M103A1 は後に海兵隊からリースされる形で1959年により陸軍にも装備された1962年には アメリカ軍が M60 戦車より走行戦闘車両のエンジンのディーゼル化を進めたことに伴いエンジンを換装した回収型が M103A1E1、e、の名称で開発され M103A2 として正式化された最終的には200両余りが A2 仕様に回収されている M103 は開発の遅れから朝鮮戦争への本格投入は間に合わずその重量ゆえに ベトナム戦争にも投入されず、実戦を経験することはなかった。1960年代後半になると、本社の 120mm 砲と同等の攻撃力を持つ M68-105mm 砲を装備した M60 及び M60A1 主力戦車の配備が進み、重量課題で出力不足のために運用上の制約の多い本社の存在意義は減少し、 陸軍戦車隊では M60A1 への置換へが進められた。海兵隊ではその後も運用されたが、1973年には海兵隊でも前線からの引き上げが決定し、1974年には最後の車両が退役した。全体的なデザインは M47、M48 及び M60 といった戦後世代のアメリカ戦車に類似しており、 部品の多くを共用している。砲塔は中造製で 120mm 砲とその分離式の砲弾と装薬、二人の装填手を収めるために巨大なものとなった。なお、大型大重量の砲弾を装填する作業の都合上、砲塔内弾薬庫はターレットリング後方、砲塔後部、バスルの前半部に配置されており、車長席は砲刀内弾薬庫の後方にある。 リタイトサスペンションは65トンもの重量を支えるために一部改良されていたが当初はエンジンは M48 と同じコンチネンタル車 AV1790 ガソリンエンジンを無改良で使用したためパワー不足であった T43E1 最初の生産九1953から1954年に300両が生産された M103 正式配備車 1956年より74両が T43E1 より回収され配備された。M103A1M103 を回収した車両。新型の T52 ステレオ照準機と T33、弾道コンピュータタを搭載している。1954から1958年に T43E1 より219両が回収された。 M103A1E1、M103A1、e、のエンジンの乾燥と近代化回収を行った車両。1961年に2プラス1両が回収され、1962年には3両が追加されたが、この3両は M103A2 として正式化された。M103A2、M103A1E1、e、の正式名称。 M60A1 戦車と同じコンチネンタル車製750馬力 V 型12気筒空冷ディーゼルエンジンアベーズ -1790 から 2A と GMC 車製 CD860 から 6A トランスミッションの組み合わせに換装した。路上最大速度が時速 34km から時速 37km に 航続距離も 130km から 470km へと大幅に伸びている。1962から1968年に、総計208両が改造、再生産された。M51 戦車回収車、M51 戦車回収車、M103 の車体を利用して開発された、戦車回収車。上部支持輪は6個から4個に減少している。重量55トン。 吊り上げ能力30トン、牽引能力45トン。アメリカ海兵隊にのみ採用されたが、後に研究目的で中華民国に数量が供与され、現在は中華民国陸軍収集英国内において、一量が展示されている。アメリカ合衆国 -1974。19年までに全て退役。ウォーサンダー、アメリカ中戦車ツリーにて開発可能。ワールドオブタンクス。 アメリカ中戦車 M103 として開発可能。正式な名称はルイス・マッコード統合基地、ハット M103 にアメリカ軍による公式な愛称は付けられていないが、1975年に秋田書店から出版された写真で見る世界シリーズ世界の戦車ではファイティングモンスターの愛称で紹介されていた。なお、日本以外では M103 を ファイティングモンスターと呼ぶ例はない。ありがとうございます。